直接会いたかったです。そのため学校の最後の日にクラスメートや先生とカフェでお昼ご飯を食べました。たくさん話せてとても楽しかったです。次の年を楽しみにしていました。2022年から通っているクラスはコロナウイルスの制限が解除されたため対面授業です。対面授業はオンラインとは異なります。最初は面倒くさいと思いました。いつも家で毎週土曜日に朝早く起きるのは大変です。いつも家で仕事をしているのであまり出かけません。でも自転車で学校に行くのはとっても楽しいです。出かけるきっかけになります。土曜日朝早く起きて自転車でティーム・ホートンまで行き、朝ごはんを食べてコーヒーを飲み、その後学校に行きます。対面で勉強するのが大好きです。他のクラスメートや先生のことを知ることができ、みんなとたくさん話すことができるからです。オンラインクラスの時は授業の後カメラを消して家にいましたが、対面クラスの後はみんなでよくレストランに出かけて日本の食べ物を食べてたくさん話します。新しい友達ができました。私は日本語を話すのが下手ですが、できるところから話すようにしています。毎月ヘアサロンに行って美容師さんと話します。その美容師さんを千代先生と呼んでいます。日本語も教えてくれるからです。とても楽しい人です。また日本食が好きなのでレストランで日本語で注文するようにしています。そうするとたまに店員さんは驚きます。新しい言語を学ぶことは楽しいけど大変でもあります。でも学ぶことを後押ししてくれる人たちに恵まれています。いつか日本語で店員さんと会話したり修理先生と話ができるようになりたいです。また日本にいて新しい人と出会いたいです。そうすればもっと日本の文化に浸ることができると思います。ご清聴ありがとうございました。